国道1号って東京から伸びてるじゃん。そうですね。栃木の県道1号は宇都宮から伸びてるんだけど。あ、そうなんだ。で、群馬に県道1号ってあるの？そりゃあるでしょうに。地図で探しても見つからなかったんだよね。ちゃんと探しました？1号っていうくらいだから県庁所在地周辺かなーって探しても見つからず。安直な考えですな。どこにあるのさ。群馬のはちょっと珍しいですよ。地図的にはどこら辺？ここら辺。は？え、こんな端っこ？そうですよ。沼田市から伸びております。まさかそっちの方とは。群馬県道、福島県道1号、沼田、日の江又線。早口言葉みたいだな。群馬県と福島県を結ぶ唯一の道路さ。県境のところにあるのね。ただし途中から一般車は通れませんので要注意。あ、前の動画で言ってた歩行者だけ通れるやつ？イエス。詳しくはその動画を見ておくれ。あそこが県道1号だったとは。端にあって途中は歩行者しか通れない珍しい県道1号さ。ってことは2号はここら辺で動物しか通れないとか？そんなわけあるかい。